まあ、正直運営とかここにいるひな壇とかも俺のことアホにしてるの知ってんすよ。千葉の行手から来ました。あの男塾っていうチームの代表やってます、前田島です。27から始めて格闘技で出会って、北海道から沖縄まで全国の大会出させてもらって、人より多く戦ってきました。よろしくお願いします。本当にあの知らないやついないですよ。もうあの僕ら不良の世界でも地下の世界でも本当に知らないやついないです。ちょっといいですか。僕もこれ座ってていつまでも雑魚相手やるつもりもないんで、まあ、正直運営とかここにいるひな壇とかも俺のことアホにしてるの知ってるんですよ。ここで本物買って俺の本物の喧嘩教えてください。申し訳ないです、彼が誰か分かんないんですけど。今ね、ブレイキング結構バズってるよ。あ、そうなんだ。井上くんだよ。井上くんってやつ、うん、見たことないか分かんないけど、喧嘩教えてくれよ。分からしてやるよ。いや、喧嘩してやるよ。持ってやるよ。じゃあ、なんだよ。お前本当に喧嘩してくれよ。教えてやるよ、俺。あ、大丈夫ね。え、うん、来いよ、来いよ。俺、おっさんだから待ってよ。井上くん、先に手が来ない。お前、優しい。俺もいつまでもよ、ザコ相手やるつもりないんだよ、本当に。ここに出つまり、いつまでも出るつもりも出てた。ここで、ここで本物食ったら文句ねえだろ。なあ、ここで本物食ったら文句ねえだろ。これ決定でいいすか。あれ、前田島純は300戦ぐらいやってるよね。もう近いです。関係ないっすよ。喧嘩にどんだけ試合やってきたとか関係ないんで。全然俺で構わない。もう決定で。決定しちゃってください。